はい、どうもサンドでございます。今回初めてジョジョのピタパタポップ、ガチャやっていきたいと思います。実は2ヶ月ぐらい前から始めてて、今キャラこんな感じで、この間のチョコラータ当たったんで、チョコラータとジョルノ使って遊んでますと。まだね、全然キャラ少ないんで、ここでいっぱい引ければいいかなと。10連しかできないんですけど、やっていきたいと思います。これ結構ね、確率がいいんですよね。なんだかんだ、これ合計で何パーかが見たいんだけど、見れないのかな？0.5% が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。 10% 以上、15% ぐらいあるのかな？結構持ってないんで、行きましょう。漢字としては、つむつむみたいな感じですよね。被ればスキルが上がっていくみたいな。さあさあさあ、まだ限定は持ってないんで、リサリサん？ああ、ケイちゃんね。ああ、ホルホースか。4枚目、 GR なしだけは勘弁してほしい。ブラフォードか、ストレートじゃないね。そろそろ1枚来てほしいところ。スピードワゴン、やばい流れかな。おっと、ホールホース、ちょっとやばいぞ。うわ、リサリサ爆死か、これ。もしかして結構確率高いぞ。あ、ブチャラティ2回目ですね。スキルが上がると。できれば持ってないのが欲しかったけど、お、これなんか、お、トリッシュ、違うトリッシュですね。新キャラじゃないやつだ。ブラフォード、そろそろ終わりか。あー、終わった。いや、このトリッシュじゃないけど、まあまあまあ、持ってないからいっか。ランダムなパネルのトリッシュに変える。お邪魔パネルに応じて変化数増加。これもしかしてチョコラータと合わせると使いやすいのかな。ちょっとね、まだ全然わかんないんでね、コメントでいろいろ教えてもらえるとありがたいです。今回はとりあえず2枚引けたということでしたね。またガチャ動画とかスコアアタックとかやってみた動画あげれればなと思っております。今回はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。じゃあまた。